ね、聞いて、さっきローソンに行ってきたんだけど、このカレーについてくる辛うま増強ソース、これめちゃくちゃ美味しそうじゃない？だから今日はこのカレーとストゼロで優勝します。最近の私はタバスコとお酒の飲みすぎなのか、日本語を理解するのに時間がかかります。こういうのいつもは湯煎なんですけど、これは立てたままレンチンしてもいいらしいのでレンチンにします。このまま立ててバーン、500ワットで2分半。ただのカレーだとつまらないので、チーズをカリカリに焼いてチーズチップスを作ります。あれ、チーズチップスをカレーにディップして食べる予定だったのに、なんか全然違うものができてしまった。お得意のつまみ食いです。あっか、うん、うんま、うん。私いつも思うんですけど、レトルトのカレーって泥水みたいで見た目最悪すぎません？あ、なんか思ったのと違う、思ったのと全然違う。あー、沈没。なんか聞かないけどいいや。追加、こんなんじゃ足りないんだが。はい、完成。じゃん、見た目が微妙。ストゼロオープン乾杯。グレープ味美味しい。ストゼロジュースみたいな、やばいな。改めて、じゃあいただきます。割とドロドロ系のカレーですね、これは。確かに美味しいし辛いけど、辛うまを名乗るほどではない。正直もうちょっと辛さ頑張れたんじゃないのかなって思う。いつも商品の悪いところばかり指摘してしまう、うん、決して辛うまではないけど美味しい。クレーマー気質なのかもしれない。やっぱそこはシビアに行かなきゃね。そういえばこの前ホットペッパービューティーで見つけた松江区のお店には星1の評価をつけた、うん、ちょっと熱くなってきちゃう。いやでもあれはクレーマーっていうか本当に下手だったんだよな。翌日別のお店で松江区取っちゃったし。いやーマジでお金と時間の無駄だったな。今日のご飯めちゃくちゃ手抜きだけど普通に美味しい。ごちそうさまでした。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。